誰が乗れるのよ、この車。狭い。ドリンクホルダーがない。ハンガー。ねえ見て。何？早く。何これ、マジで誰が乗れるのこの車。何この近さ。そうでしょ、やばいね、これ。この子誰？私この子乗ってたんですけど、ハリアちゃんです。ちょっと寒い。寒いよ。入ってないって言ってた。なるほど。むずいって。2! ないんかい、もうこの時点でゼロとか言われて。住所。ちょっと。住所。頼むよ。はい、東京都500-4。お、出るんかーい。ここ行く。レッツゴー。久しぶりだ、やばい。大丈夫かな。何が？え、いろいろ目的地までおよそ何かなってる。いつもまもなく右方向です。わー、東京を東京方向です。東京。天気良くてよかったね。ね、うん、めっちゃ曇りだけど。え、まあ。え、太陽いるし出ている。うん、ほんと。うん、東京の真ん中からスタート。やばいね。すごいね。私東京の街を絶対、うん、はい、どうぞ。絶対後ろさ、ついてこい、ついてこい、早く。後ろはぐれるよね、絶対。難しいよね。さ、こう連なう。連なるね。惜しいです。分かればよろしい。したよ。どういく、どんぐらい、何分？1時間4ぐらい分ぐらい。へえー、よっしゃす、頑張ろう。今から立川に向かいます。るなぜでする。舞妓チャンネルの撮影が立飛アリーナで行われます。るやったー、久しぶり。いや、そうなのよ。なんか年明けさ、舞妓チャンネル自体もちょっと稼働がさ、うん、少なくて、うん、撮影久しぶりなんです。一回も参戦させてもらったことないよな、そっちもね。リオさんだけは
ないのか。確かに。そうだ、実践3人とエヴァ優子の、そうだ、同級生2人はあるんだ。ない、ちょっと。いや、こっち危機だよ。いや、だからドリームチームやめて、ほんと合格になっちゃうよ。やめて、それだけは阻止。でもそれにさ、対等してくるような人もいないわけ。いや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 、なんか出てきそうな顔、匂いするよ。出場回数多い人いないよ。誰だ次、誰だ。時点新鍋さんが多い。あのね、リサはね、1回1回だけよ。あの時に何本か撮っただけです。1回しか来てくれてないけど、えぐい再生回数が。マジ爪痕残してて、爪を持っている女だわ。あ、そうなんだ。ほんとすごい。面白かった。確かに。ほんとエヴァが喋る。いや、そうそう、エヴァのほんと記憶力のおかげでもあるわ。エヴァの鬼のような記憶力だよ。えぐいよね。そこだっけ、びっくりだったんだけど。あれって実は作ってたりするじゃん。いや怖い怖い。それだとしたら天才やね、ほんとに。いや、エヴァの記憶力何なんだろう。すごいよね。いや、すごいよ。いう方が最低。最低、本当に最低っていう方が最低。最も低い。そのままだって。二人でいるときは何喋るの。何も喋んない。何も喋んないです。本当に黙ったまま。桜島の風向きの話。火山灰の今日は南西だねーなんつって。そう、大変だね。今日は大隅側だからよかったみたいな。報告しようの。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。